し遅れましたが、六本木アートナイト2017コアタイムキックオフセレモニーの司会を務めさせていただきます、テレビ朝日アナウンサーの池谷舞と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに主催者を代表いたしまして、六本木アートナイト実行委員会実行委員長南條文雄よりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。土曜日の夕方にかくも大勢の方にご参集いただきまして大変ありがとうございます。今お聞きになりました通り、今年のテーマは未来のお祭りということで、このお祭り感覚をぜひ出したいということなんですが、またその未来のというところにはですね、2020年に向かってという、まあ、未来に向かってという気持ちが込められていると、ご理解いただきたいと思います。そして今年のメインアーティストですが、蜷川実花さん、まあ、写真、映画で大変活躍なさっていらっしゃる方ですけれども、特にその映像の中に出てくる色使いが特徴があるというふうに私は常々思ってきたんですが、まさにその蜷川さんの特徴がこの私の後ろに広がっているインスタレーションに出ていると思います。大変きらびやかで豪華でカラフルで、このアジア、非常にアジア的だと思うんですが、このインスタレーションを蜷川さんが作っていただきました。他にミッドタウンと国立アートセンターの方でも展示をなさってますけれども、この中にですね、皆さんぜひ入っていただいて自撮りをしてですね、SNS に上げていただきたい、そしてこの六本木アートナイトを世界に向かって発信していただきたいと、こういうふうに思います。それから今年はですね、ちょうど森美術館と国立アートセンターで、新美術館でですね、東南アジアの展覧会をやっております。サンシャワーというんですけれども、ということがありますので、東南アジアのプログラムというものを特に特別プログラムとして入れております。そこで東南アジアのアーティストの方もいくつかの大きな企画を実現なさっていらっしゃいます。ぜひその辺も見ていただきたいと思います。ということでですね、今回もまた大変盛り上がるといいなと思いますけれども、ぜひ皆さんもご参加いただいて、楽しんでいただいて、そして、前に発信していただきたいと思います。ではこれで開幕したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、主催である東京都から東京都生活文化局長塩見清人より、皆様に小池百合子東京都知事のご挨拶を紹介いたします。皆さんこんばんは。ご紹介に預かりました東京都の生活文化局長の塩見清人でございます。今日は私から小池知事のご挨拶を代読させていただきます。皆さん、六本木アートナイト2017へようこそお越しいただきました。主催者を代表して歓迎のご挨拶を申し上げます。六本木アートナイトは昼の室内の美術館だけでなく、夜の時間帯に野外でもアートを展開し、誰もが気楽に楽しめるイベントにしようということで始まったと伺っております。大人も子どもも直にアートに親しむことのできるこのイベントは、東京の文化都市としての魅力をより引き出す原動力ともなっています。2009年に初めて開催して以来、毎年多彩なプログラムが用意され、皆様に胸躍る時間と空間を提供してまいりました。今回はメインプログラムアーティストに蜷川実花さんをお迎えしています。今頃アリーナには蜷川さんならではの独特の色彩感や強烈なインスピレーションが存分に発揮された幻想的で艶やかなインスタレーションが完成していることと思います。
そしてこれからいよいよコアタイムです。六本木アートナイトが最高に盛り上がりを見せる明日の夜明けまで、多くのアーティストの作品がアート三昧の夜に彩りを添えてくれることでしょう。さて、東京でオリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、2020年に向けていよいよカウントダウンが始まりました。私は文化の祭典でもあるこの大会を機に、こうしたアートイベントをはじめとして夜の時間も楽しめる暮らし方をこの東京にも定着させていきたいと思っています。仕事を終えた皆さんはもちろんのこと、国内外からの観光客の皆様も東京ならではの素敵なナイトライフを楽しむことができる東京をそんな街にしていきます。結びになりますが、六本木アートナイト2017の開催にあたり、ご尽力くださいました実行委員会の皆様、港区および地域の皆様、そして何よりも本日ご来場くださいました全ての皆様に心からお礼を申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。東京都知事小池百合子、代読させていただきました。ありがとうございました。続きまして、主催者であります港区を代表いたしまして、港区長武井正明よりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました港区長の武井正明です。六本木アートナイト2017の開催にあたりまして、一言ご挨拶をさせていただきます。港区は昨年第7回のアートナイトから主催者に加えさせていただきました。六本木の街は大変文化芸術的な要素のあふれた街でございます。このアートナイト2017実行委員にも名を連ねていただいております、国立新美術館やサントリー美術館、2121デザインサート、はい、また森美術館という日本でも名のある美術館がこの六本木の地の周辺に近年立地をいたしましたし、また街の中では多くのデザインスタジオや劇場なども多く存在をしております。そしてこの六本木の街の皆さんがアートとデザインを核とした街づくりに以前より取り組んでこられました。このアートナイト2017、これがまたさらなる港区六本木の街に昼夜新しい魅力を加えていただく大きな力になることと思っております。先ほどの塩見局と局長がご紹介していただきました小池百合子知事のお話にもありますように、3年後の2020年東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。そこに向かっての大きな文化プログラムの一翼を担う、またその中心となる催しとなる、そのことをこのアートナイト2017、これまで実践されてきたことがつながっていくものと確信をしております。そして皆さんが日常の見慣れた六本木の街がアートという一つのコンセプトで結ばれて非日常的な空間に生まれ変わります。この新しい街六本木のまた魅力を十分に味わっていただきたいと思います。そして最後に一つお願いございますが、日常空間で繰り広げられるアートの祭典でございますが、そこはまた多くの方が暮らす生活の場でもございます。どうか皆さんには大人のままで楽しんでいただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。結びになりますが、このアートナイト2017開催にあたりまして大変なご尽力をいただきました南條秀夫実行委員長はじめ実行委員会の皆様、また地元町会自治会商店会の皆様、また関係者の皆様、企業の皆様、多くの皆様に感謝を申し上げましてご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、ご来場いただきましたご来賓の皆様を代表して
として六本木アートナイト2017の東南アジアプロジェクトに助成をいただいております文化庁より長官宮田良平様にご挨拶をいただきます。それでは本日お集まりのアーティストの皆様をステージに